ありがとうございます。久々の本当にあった丸々の話ですけど、今日はね、今日こそ本当にね、白鳥庭園って言ってあれなんですよ、あの名古屋でも有名なね、なんか庭園中のなんか国際会議場というところのすぐ近くなんですけど、なんとこれ今日入場料払って入ってるからね、300円です。300円で、もうね、もっとね、綺麗なとこいっぱいあるんですけど、なんか微妙な時間、12時半なんですけど、微妙な時間でなんか結構人がおって、ちょっとここでね、後ろでね、ちょっとまあ見えへんけど、人がねちょこちょこ通ると思うんですけど、まあここでやろうと思ってます。今日は高所 40m から落下か、本当目の前で落ちた話。まあこれね、なかなかね、前々から使おうと思ったんですけど、なかなかまあちょっと使いづらいっていうかね、まあ、本当に先輩が自分の目の前でまあ死亡事故を起こしたんですよ。まあね、なんか罰当たりなような気もするけど、こんな話をすると、まあね、まあ、手合わせて言うじゃないけど、まあ本当に僕は18かな、19ぐらいの時、20歳なってたかな、まあ自分18です本当。で、飛び職っていうのは僕はあの鉄骨飛びって言って、まあ足場のそういうのもやるんですけど、鉄骨をやってたんですよ。そうすると、もう本当に6階建て7階建てとか、もう高いとこ何十メーターね、40メーター50メーターまで上がっていったこともあるんですけど、そこでさ、重機で釣ってさ、なんていうの、鉄骨をこうやって釣って、で両サイドに人がおって、まあ、取り付けるんだよね。で無線で合図して、まあ、もうちょっと下下とか上上とかね、まあまあそんな言葉じゃないですけど、その専門用語で言うんですけどね、落ち着かんなここで、何、まあ、まあ現場名言うとね、なんか推測できちゃうもんでいかんですけど、まあ、ある大きい現場に入ってて、あのね、船で材料運ぶんだもん、そこすごいでしょ、港から近いで船で運んでくるんで、なんか柱とかも40トンとかあったんじゃないか、50トンで、梁も40トンとか、嘘だと思うでしょ、こんな釣れるわけないじゃんと思うけど、重機2000トンとか、日本に2台しかないかな、で3000トンが日本に1台あるのかな、ミックかなんかあるでしょ、重機ので、2000トンの重機を、でもうそのブームがもうちょっともう上見えんぐらいで、 もちろん運転手はもうカメラついてね、操作して、もう無線で合図するんだけど、40トンか30トンの針で、もう両サイドがもう本当に見えんぐらい、 それももうみんな無線 で4人で取り付けられたね、2人2人で、あのトラスみたいになってるから、針が、あの工場のね、トラスって言ったらこう バツになるでしょ、こう映ってるから、こうね、でこう上と下にあって、でこれ繋いで、で曲がんないようにして、でそれ両サイド行って取り付けるんだね。だって1日2枚しか付けねえとか、柱1日3本立てたら終わりとか、もう3本か5本かちょっと分からんけど、もうそんなレベルで、ワイヤーをもう7本ぐらい張って、もう40トンの柱とか、そんな感じのところで、たまたまそのまあね、まあちょっと俺も職人結構一生懸命真面目にやってたんで、まあ可愛がってもらってたしね、あの上上がってもらったり、そういうのって花形のあれ仕事だから、なかなか上って上げてまえんと思うんですけど、まあ勢いもあったし、うわ人来たなこれ途中であれだと思うんですけど、あのでそういう中で、あの、まあ、たまたまさ、細かい仕事っていうんですかね、あのそのちょっとしたもの、まあそれだけじゃないじゃん、もちろん小物つけたり小針つけたりね、いろんな仕事があると思うんですけど、そういうのをまあずっと何、まあやってたんですよ。ちょっと一回止めますね。初挑戦、つないで、まあ、つなぐぐらいで自分でできるんで、つなぎますわこれ。恥ずかしいです、恥ずかしい人がおるとで、まあ、どこまで話した、まあまあそう、細かいものつけたりしてるっていうところで、俺は5分ぐらいというかね、通過したからで、まあまあやっとったんですよ。でも 40m か本当に 50m ぐらい、まあ、そんだけ大きいね、柱とか貼り付けるようなところだから、で一番上の方でね、3人ですよ、もう今でも覚えてる、3人で取り付けとった、で細かいやつだった、細かいって言ってもね、あ違う違う違う、俺そうそう、あのこういうトラスじゃないんだけど、細かいのなんだけど、柱がさ、なんか8本ぐらいつけて、その地組みして下で組んで結構大きいんだ、で3人でまあ一個一個柱つけていくんだね。でたまたままあそれ本当にまあ2000トンの重機でブワーッつるよね。
で、まあ、そんなに重さはないんですけど、大きいやね、それ地組みしとるもんで、柱が8箇所とかあるもんで、で、まあ、さ、その、まあ、穴がず、まあ、釣って、まあ、近くまで持ってきたら、穴とかずらさんよね、こうやって、まあね、棒っていうかな、とんがったやつ、シノっていうんですけど、まあ、トビの職人だったら分かるね、ガチャの反対のやつあるじゃん、あれの大きいやつあるんですよ。メガネって言ってね、であれシノって先っぽにガーッとこじたりで、バールでこじたりして入れるんですけど、でさ、まあ俺本当にさ、もう目の前におった、本当5メーターぐらい前かな、でいきなりさ、本当に、まあ、これまあね、バチャってかもしれないけど、本当にとかそういう話じゃないんだけど、ヒュッて消えたんですよ、目の前に。先輩が、まあ、先輩っていうのもいい年する人だけどね、結構、まあ、だいぶ上の人だったけど、まあ、声入ってないからちょっと、で、まあ、まあどうやっていいか分からんすけどね、ヒュッて消えて、あのね、もうトラスとか柱もトラスとかになっとるんで、何ちゅうかね、ほんでさ、大きい税のこの現場だもんね、あの絶対あの水平ネット張ってあるじゃん、だけどその隙間に多分落ちちゃったと思うんですけど、ガン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 ってもう今でも覚えてる、これ本当にもうガン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 って落ちてく音、人がだよ、これ怖いでしょ。で、まあ、その時にはもう一瞬気づかんのは人間って、自分もなんちゅうかな、そのえって、何が落ちた、何が起きたみたいな、ひょって消えてもね、でええみたいな感じで、だからもう一人おる人が落ちたみたいな感じになって、もうすぐ降りてった、俺もバーって、ほんならね、これまたこう怖いの、一番下までワクチンかったんですよ。一番下は2000トンの重機があるわね、ここから見て40メーター下に2000トンの重機があって、まあそのブームも長いもんね、こういうブーム、なんかこういう風じゃない、普通の重機っていうのはもう2000トンとかになるとこういう風だからさ、でこいつ先端もこう曲がって起こしたりするみたいな感じだから、まあそう距離はあると思うんですけど、重機まででも本当ね、まあ15メーターとかぐらいしか、20メーターぐらいかなのあれだと思うんであれですけど、途中でもね、まあ、ぶら下がっとったんだわ、安全帯がなんか引っかかって、まあ、それはもう今でも覚えてる。ほんで俺それすくい上げて自分出してね、その2人でで救急車呼んで、いやその時ほんとまだ息あったんですよ、でもう病院運ばれたらもう、まあ、死亡だよね死亡って言ったらあかんけど、で、あのまあ、あの警察にもね、あの呼び出されて、やっぱその当事者だもんね、警察にも呼び出されて、まあ人がいっぱい来るな、まあ呼び出されて、もう取り調べもして、まあ葬式してみたいなことを、まあ俺それがもう人生初めての死亡事故かな、まあそれ以来ないかな、本当の死亡事故目の前で起きたっていうのは、それは本当にもう若い時、もう二十歳って行ってないよ絶対、なんちゅうか、ほんと昨日まで一緒に昼飯食ってね、遊んでっていうか、お酒飲んでっていう人が死ぬわけじゃん、仕事って、とび職ってね、まあ、今でもとび職って一番死亡率が高いと思うんだけど、だからなんちゅうかな、まあ当たり前にね、みんなが感じ取ることっていうのはまあ当たり前じゃないだろうし、ほんとにね、まあ、それからもう何十年も経っとるけど、まあ、やっぱ忘れれんもんな、それはなんかそのなんかその人の顔ちゅうか、もうぶら下がっとるところのイメージはもうすっげえあるわ今も。で顔はなんかあんまり思い出せんのですよ。だけどなんかうーって言っとるのはもう今でも覚えとる。もう二十何年経っとんだよ。でもうゴンゴンゴンっていうのはもう本当今でもこうゾゾってするぐらい今でも覚えてます本当に。YouTube で視聴回数稼がなかもんで、こんな話死んでもいいかやってね、ちょっとこれつけないでくださいね、ちょっと勇気を出してこれ話しとるからね、できればあのいいねつけてもらって、やってください。そんなもんかな、まあ今日はこんなもんにしましょうか、また見てね。あ、そうだそうだ、今日で言おうと思ってたんだ、ごめんなさい、
ツイッター、今ツイッターを結構今力入れて、塗り替え道場のツイッターインスタグラムあるんで、あの塗り替え道場のツイッターインスタグラムもあのぜひもしよければあの登録してください。あの結構また違うことも載しとるんで、そっちはそっちの情報が出とるんで、あの、ま、ぜひまた見てください。またねー。